締まりないこの朝です。ちょっと自分のとこじゃないけど、すげー綺麗。やばくないこれ、これすげえ。これまたすごいぞ。稚内のからの鉄塩線を南下していきます。気持ちいいね。札幌からで、4泊で 1泊目ちょっと様子見で旭川行って、お、八重で、2泊目が稚内、3泊目が礼文で、4泊目これから朱鞠内湖っていうところに向かいます。幌加内の方の部分で湖がとても綺麗だっていう、一緒に走ってる山田さんのおすすめのキャンプ場らしいです。1日目2日目3日目ってずっと、はい、雨の辛いツーリングしてたからもう最高だね。天気万歳。いやー、そこの浜を走ってみて、あ、バイクいるじゃん、いるじゃんバイク。どうやって行ってんだあの人、どっから行ったんだ。やばい、どっか一回止まろう。すげえ、これは撮影っしょ。ここであったんだ。でも行っちゃう。おーい。最高じゃないですか今日もう。何さ今までの雨は。あと4キロぐらいだ。ちょっと朱鞠内湖がこの3連休、4連休か、昨日だけで300組以上のキャンパーがいるから、もう場所を選ばないと、もう選べない状態みたいな感じだったんで、今テシオでお風呂入るのをもうやめて、まっすぐ朱鞠内湖を目指すことにしました。
で朱鞠内湖のキャンプ場は地域、近くの30キロ圏内で何も買い出しができるところがないらしいので、多分ハボロとか、一回海岸から中に入ってくる手前ぐらい、その辺で今日の買い出しを最小限全部やっていく感じにします。楽しみ。よーいっす。ボートあるからボートを使った方がいいですよ。1000円ぐらいで乗れるから。1000円、すっごいいいよ。いや、やっと撮れた。湖面に映ってる、あの山とか湖面に綺麗に映ってる。そう、めちゃくちゃ綺麗だった。じゃあ風呂湖にしますか。早く行かないと寒くなるから。いやー、でももう暑しかったら寒かったらもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ気をつけて。うん、結構カーブとか多いから。あ、本当ですか。どうもどうも、おはようございます。この青川左、まあ40ですね。あと26秒。どっかでドローン飛ばしたいな。ジンギスカン。シュパリナゴとジンギスカン食えない。シュパリナゴとジンギスカン。シュパリナゴの朝です。ちょっと自分のとこじゃないけど、すげえ綺麗。いやばくないこれ、これすげえ、これまたすごいぞ。こんなキャンプ場だったの？もう爆睡したな。うわ、すげえ。はあ、一応今回の旅はこれで終わり。いや、よかったな、レイ君。最初、エサぬか線行って、猿払寄って、稚内行って、レイ君行って、オロロン行って、最後に、最後の一日目は一番ちょっと疲れたけど、朱鞠内湖行って、面白かったです。北海道ツーリング検討されている方、東北のコース、このコースおすすめです。それでは。